こんにちは。女子高生記者クラブのゆうみです。全国の高校生1000人に実施するアンケート、走る王様で調査した好きなプリキランキングで見事スーがナンバーワンに輝きました。本日はそのスーを開発したフリュー株式会社へこちらの走る王様アワードの表彰に伺いました。こちらにいらしていただいた方はフリュー株式会社の広報担当門脇さんです。よろしくお願いします。改めまして、好きなプリキランキング第1位おめでとうございます。はい、ありがとうございます。高校生からの圧倒的な支持を受けた率直なご感想はいかがですか？光栄に思います。このスーという機種では半透明シールという新しいシールの素材をご提案させていただいた機種ですので、そのシールがプリの画像と一緒に SNS とかにアップされているのを拝見させていただいて、そのスーのシールが受け入れられたんだなと多くのユーザーさんに思っていただくことができたので大変嬉しく思っております。ありがとうございます。ちなみにこちらのアンケート結果の上位に並ぶプリ機、すべてフリューさんの開発された機種が独占されている結果となっております。それがこちらです。同じフリューさんの中で開発されている機種の中でも何か機能的な違いなどはあるのでしょうか？例えば上位5位以内に入っている機種ではどんな違いが挙げられますか？はい、機種によって移りでしたりとか機能とかは様々で、はい、今回のランキングでいう1位のスーですと、半透明のシールっていうのがすごい特徴的であったり、2位のこれ以上可愛くなってもいいですかという機種では、はい、自分で撮影するタイミングが選べるボタンがプリの中についているんですけど、それを押していただくと、はい、こう撮影がスタートするようなセルフシャッター機能がついてたりですとか、はい、あとケイティとかですと、こうプリを撮ると結構光で眉毛が飛んじゃうことがあると思うんですけど、その撮影後に落書きの時にそういうアイブロウをこう上から足すような機能がついていたりとか、はい、あとウィンク2という機種ではモレタッチプラスというのが入っているんですけど、これでは左右の目の大きさがちょっと違っていた場合に、ちっちゃい方の目をタッチするとちょっと少しだけ大きくなって目の両方の大きさが揃うとか、あとベビー2とかですとこうフィルター、結構インスタグラムとか SNS にこうフィルター加工をされてアップされる方も多いと思うんですけど、それがプリでできるようになっていて、そのフィルターの色であったり濃淡っていうのをバーでこう調整できる機能がついていたりと、もう本当機種によってさまざまな機能が搭載されてますね。ありがとうございます。自分に合ったプリ機を見つけるためのコツなどはありますか？はい、まずは新しい機種が出てみたら一回撮っていただくことが結構大事かなって思っていて、はい、あとは自分の顔の特徴、例えば面長であったりとか丸顔であったりとか、そういった特徴とか、はい、自分がどういう仕上がりになりたいかっていうイメージを把握することが大切かと思います。今年の6月に登場した新機種のピンクピンクモンスターはどんな機種ですか？はい、こちらのピンクピンクモンスターという機種はフォトジェニックな外装と新しい光の当て方で、こう新感覚の写りが実現したモンスター級のプリ機になっております。このピンクピンクモンスターの外装って他のプリ機だとなんかモデルさんの顔がボンってあったりするじゃないですか。そのモデルさんの顔がないんですけど、それには何か狙いがあったんですか？やっぱりこう地方の方々とか、結構今インスタ映えスポットとか SNS 映えスポットって結構都内に多く集中してるじゃないですか。でもプリってこう全国に結構設置することが多いので、なんかその一つのフォトスポットっていうんですかね、こう映えスポットみたいな感じでこのピンクピンクモンスターがなってくれたらいいなって弊社としても思っているので、こう前で自撮りする女の子がいろんな全国のいろんなところにいてほしいなっていう願いを込めて、そういった可愛い外装にしました。ありがとうございます。改めまして、好きなプリキランキング第1位獲得おめでとうございます。ありがとうございます。これからもたくさんのいろいろな機種が登場してくることを楽しみにしています。私たちもこう世の中の女の子が幸せになれるようなモレルプリを開発していくので、皆さん楽しみに待っててください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。